こんにちは、もいもいです。今回は新シーズン始まって恒例のですね、100連引いていきたいと思います。引いていくのはこの建国の際を引いていきたいと思います。なぜ引くかっていうと、この建国の際、ごめんなさい、ちょっと落ち着きますね。建国の際なんですけど、中身がめちゃくちゃいいんですよ。劉備や孫権、三皇です。あと新武将の司馬遠とかも出るんで、これですね、熱いガチャだなと思って引いていきたいと思います。私結構司馬将も欲しかったりするんで、当たりばかりですね。それでは引いていきたいと思います。それでは、まあいっすいっす、ここら辺はポンポンいきましょう。お、来た来た来た。開幕は早期微妙っすね。まあでも流れはいいかなと思います。この缶のおじさん結構ね、使えそうですね。コスト 1.5 で。続いていきましょう。よいしょ、高順。お、また来た。調子いいね、いいね。純育いらん。どんどんいきますよ。お、また来た。すげえペースいい。冷てーいらん。次バチョ星4。またバチョ星4、まあ今回出ないですけどね。お、また来た。うっちょーん、これはうちもういらん。どんどんいきましょう。まだまだ今470レベルかな。お、来た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 。昇格いらないっすね。あと30連ぐらい。どんどんいきます、どんどんいきます。来た、最後ぐらいかな。これが純育2枚目。次でラストかな。引きます。うん、微妙。ということで録画で、ガチャを一気に100連引いたんですけど、結果としては純育2枚、総比が1枚、聴覚霊帝超音ということで、星5の割合としては結構良かったかなと思います。100連で星5が6枚だったということで、まあ確率はね良かったんですが、中身が伴わなかったっすね。これ新武将本当に出んのかな。てか劉備とか孫権、曹操ほぼ出てない。あの同盟でも結構このガチャ引いてきた人いたんですけど、新武将出たっていう報告はほぼ見てないですね。ということでこれめっちゃ確率悪いっすわ。もう一種の詐欺。軍の炎章とかね、もう出ても嬉しかったんですけど、やっぱり明確に多分使いやすい武将とかいい武将は露骨に確率下げてるガチャなんで、まあ、相当ぶっ込めばですね、いつものガチャよりが出やすいと思いますが、まあ100連程度じゃ狙いのものは出ないガチャなのかなと思いました。ただまあ新規勝負に比べると比較的闇が少ないかなとは思いますんで、まあ参考を持ってない人って未だに多いと思いますし、司馬遠、司馬将、軍の炎章っていうのはかなり使える武将だと思いますんで、今後を期待してこのガチャをまあまた来期ですね、引いていきたいと思います。ということで今回の動画が役に立った、参考になったという方、面白かったって方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは新シーズンも楽しんでいきましょう。じゃあねー。